です。人工知能で動きを学習させた CG を見せてくれるそうです。これ踊ってるように見えますけど、でこれは早く移動するっていうのを学習させたやつなんですね。これ頭を使って移動してるんですけど、気は痛覚とかないし、頭が大事とかっていう概念がないし、だからもう頭をもう普通の足のように使って移動してるっていう、この動きがとにかく気持ち悪いんで、ゾンビゲームの動きに使えるんじゃないかっていう、こういう人工知能を使うと多分人間が想像できない気持ち悪い動きができるんじゃないか、一応こんなことをやっています。実際には毎朝会う、毎朝この頃会わないけど、身体障害の友人がいるんですよ。そのハイタッチするんだけど大変なんです。彼の筋肉がこわばってる手と僕の手でこうハイタッチするんだ。でその彼のことを思い出してね、僕はこれ面白いと思って見ることできないですよ。これを作る人たちは痛みとかそういうものについてね、何も考えないでやってるでしょ。極めて不愉快ですよね。そんなに気持ち悪いものをやりたいなら勝手にやってればいいだけで、僕はこれを自分たちの仕事をつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます。これでもほとんど実験なので、それは分かってます。その世の中に見せてどうこうってそういうものじゃないんですね。それは本当によく分かってるつもりですけど、どこへたどり着きたいんですか。人間が描くのと同じように絵を描く機械を作りたいんだ。はい。地球最後の日が近いって感じですね。それは人間の方が自信がなくなってくるから。